さて、追っ始めるか。よう、遅かったじゃん。一晩もどこほっつけ歩いてたんだよ。で、どうよ船。ファル姉ちゃんは？船は手配できました。まあ。ファルネーゼ様は、ファルネーゼ様は、もうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファル姉ちゃんが？どういうことだよ、セルピコ。どうすんだよ、キャスカ姉ちゃんの世話係。これを。この都市の貿易商ならば、どこでもこの書状を見せれば、船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を、当地まで無事お送りいただき、大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。待ってください、セルピコさん。おい、わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もうその理由もありません。なんだかなあ、あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて、挙句が理由も告げずに紙切れ一枚で、はいさよならか。何か言えない事情があるのだと思います。さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが、確かにすっきりしねえな。よし、おちびども、おめえらに頼みがある。エルフにしかできねえことだ。ファル姉ちゃんが婚約？本当なの、イバレラ？本当も本当、たった今相手を見てきたんだから。そいつと結婚すっから、俺らとはもう旅はできねえってことか？逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろう。貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。で、どうすんのよ。あいつが自分で決めたことだ。と言いたいところだが。決まりだ。キャスカの重りとうまい飯の代価が船一隻ってんじゃ、どうにも割に合わねえ。海辺で私たちを襲ったつかいまと同じ禍々しいオドを感じます。あんなもんがここに潜り込んだとなると、急いだ方が良さそうだ。何が追っ始まろうとしてるんだ。呼び立てして申し訳ありません。残念ですが、
皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み今この場にてお受けいたします。セルピコさん、フィーズ、ガッツさんまでどうしちゃったんですか？思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当にやったところで勝てる気がしませんので、あしからず。相変わらず食えねえ野郎だ。セルピコのやつ、ガッツの兄ちゃん相手に魔法のフードもなしであんなに。どうしてこんな。やはり強い。とてつもなく。あなたと出会い旅する中で、私も少なからず変わってしまったようです。己の宿命と真っ向から切り結ぶ、豪華に身を焦がすごとき生き様に、そ知らぬ風を装いながら、私もいつしかその熱に当てられていたのかもしれません。確かに認めざるを得ない男です。ファルネーゼ様があなたによって変えられていくのも、無力感とともに一方では嬉しくさえ思えました。だからこそ許すわけにはいかない。あなたの狂気がファルネーゼ様に向くことだけは。ガッツさん、あなたはファルネーゼ様に会ってそれでどうなさるおつもりですか？わからねえ。とにかく会う、そう決めた。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。なあ、さっきのあれマジだったのか？マジで切り合ったのか？ああ。手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で答える。さっきの化け物が気になる。うずぐずしてると置いてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。ファルネーゼが危ねえ。行きましょう。私がご案内いたします。あのでしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。